ヨドバシカメラで三脚を買ったよ。ん？はい、というわけで、やっと三脚を買ってきました。 SLIK の 500G7。 今まで三脚なしに撮影していたんですけども、今までは脚立がなかったので椅子とソファーを脚立代わりにして、懐中電灯なんかを重しにしながら iPad mini でこのように撮影していました。やっと安い脚立を見つけましたので、ヨドバシカメラにて購入してきました。3500円ぐらいですね。はい、では開放して取り付けていこうと思います。開けて、どんなんかな、どんなんかな。お、そうそう、なぜこれを選んだかというと、まあ3000円台で買える脚立ということで、まあ安いというのは一つあるんですが、なんとこちらに水平器がついてますね。これも買ったポイントです。ただ安い脚立はこの部分が、なんかプラスチックだったりしますね。まあこの辺が弱いんでしょうか。いいやつはこういうところが鉄で、それなりのずっしりした重みがありましたが、まあ、僕の場合スマートフォンでちょっと撮影するだけなんで、こういった軽い脚立がいいと思います。さらにコンパクトで結構伸びますね。足なんかこれぐらい伸びますね。だいたい1メーターちょっとぐらい。シャキーン、シャキーン、シャキーン、スマートフォンアダプター L。 おお、あー、もうここはカチッとなるわけですね。これが蓋があるからに、え、蓋、このように固定して、あ、これ邪魔ですね。これ邪魔ですね。これを、こちらの三脚の、上の部分、これ雲台っていうらしいですね。雲の台で、雲台、雲のように動くからですかね。雲台、これを、この下の穴ですね、ここに、底の部分に共通のこのネジのサイズで、雲台の底にこうやって画面である程度チェックができますね。こう向き、こう向き、こう向き、こう向きか。なるほど。いいんじゃないでしょうか。こんなカバーも入ってましたね。携帯用。僕なんかよくバイクで撮影しますので、これで持ち運んでもいいと思いますね。これで持ち運びます。説明書なんかも入ってますけども、こんなもの読まなくても大体わかりますよね。保証書もいらねえよ。もうブーン、かばん、怒られますんでね。 SLIK の 500G7 でした。